ていただいた VTR 矢代一重山太鼓ということなんですけども、はい、ちょっと太鼓についてお聞きしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。まあ、うちはですね、男女とかこう大人子供とかのこう差別のない、みんなが平等に響き合う和太鼓っていうのを考えてまして、子供が6割ぐらいで大人4割ぐらいで、みんながこう平等にこう絡んでやってまして、こう一人一人にすごくオリジナリティがありまして、みんながすごくね、光ってるんですけれども、その中でもやっぱつながりとか信頼をね、お客様に伝えながら、こう優しいあったかい和太鼓をいつも考えてます。はい、それで僕も関わってて指導とかしてるんですけれども、生活感ある和太鼓とかを考えてます。僕自身はすごいありのままを自分を出そうと、なんかこう本能とかこうすごい動物的な和太鼓を叩くことをいつも考えてます。はいね、どっちかというと動物的な、最近見てくれも動物的になってきてる親たちはですけど、ね、よく言われます。まあ、そういった太鼓でね、はい、まあ、先ほどの VTR にもあった通り、はい、あんな感じの自然体というかね、はい、ありのままの太鼓を演奏していると、はい、そうですね、はい、ということでね、で、まあ、2曲目これで VTR いきますんで、はい、はい、わかりました。じゃあまたもう1曲、それじゃあ VTR の方にタイトルコールお願いします。こんなの人生初めてですよ、ね、いいじゃない。じゃあ2曲目どうぞ。